見た今ね、2、3回じゃあ戻ってくる戻ってくるこいつガチでほら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 ダン、え、強っ、えライトポジションキラーの俺ズバンドガーン、かっけー。はい、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いします。ってことで、12時からやってまいりましたね、コナンコラボですね。ガチャの方を引かせていただきまして、無事にコナンゲットすることができましたので、コナンを使っていこうかなと思います。めちゃくちゃ一番使うの楽しみにしてました。で、私極力使ってみた動画を見ないようには頑張っているんですけれども、すいません、コナンは見ました。さすがにね、もうちょっと気になることが多すぎたじゃないですか、 SS のところだったりとか。なんでさすがに見ちゃったんですよね。なんで僕初見じゃないんですよ。まあもちろん使うのは初見なんですけれども、はい。なんでだから使ってみたとしてのね、クオリティとしては、まあ、なんか使ってみたじゃないかもしれないですね。もう知ってるんで使ってみたじゃないかもしれないですけど、はい。まあなんかそのあたりをね、使っていこうかなと思います。はい、ちょっと説明します。シールドモード。あ、これ、多分、詳しく書いてくれてるかもね。あ、書いてくれますね、数値前にね。はい、新しくついたのが、まあ一応、ライトポジションキラーは M がなかったんで、M が初めてつきました。まあ画面右半分の敵にね、2倍って感じだね。はい、で、シールドモードが、まあパワーモードの防御力版みたいな感じになってまして、各マップ開始時に1点ターン防御力がアップし、25% 軽減が入ってくれますよって感じだね。で、このプロテクションが、その敵攻撃の一定値以下のダメージを1にする、まあほぼ無効なんですけれども、っていうアビリティになってますので、まあ、この 25% 軽減からこのプロテクションの判定が入ると思うんで、かなり相性がいい、アビリティね、守り側のアビリティですけど持ってきてくれてるっていうのが嬉しいところね。で、理想火力がめちゃくちゃ高くてですね、こいつ超アンダメ 1.3 倍、ライトポジションキラー2倍で、超アンチワープ、ワープの出てる数によって、まあ、変わってくるんですけれども、これら全てが噛み合ってもうやばいことになりますよね。もう超バラなんてしたらさらに伸びるでしょうし、過激厳選したらもっと伸びるでしょ。で、かつこのストライクショットがマジで止まんない、あの夜市タイプの SS になってるんですよね、あのブリーチコラボの時の星4号なんで、それが相当相性いいんじゃないかなと、はい、いうところですね。なんでまあ SS をちゃんと使ってみたいっていうのと、あとこれねサッカーボールというののチャージショットね、この辺の演出とかもね、ちゃんと見ていきたいですね。まあ見ただけなんで、まあ使ってないんでね、全然違うと思うよ、使った感じでね。はい、ということで、まずレクイエムかなんかに行ってみようかなと思いますんで、いきます。はい、ということで、いつも通りレクイエムにやってまいりました。これそうこれもうさ、早速行くよ。で、これすげえのよ。あのね、優勝話すときに声出んのよ。俺びっくりしたわ、これ。さすがにそこまでやってくれるのかって。いや、他にもあるんですよ。再現のね、再現の高さ。からの、もう一回いけ、うん、お、来た、これいいね。違う、通常のチャージボールよりそのチャージの段階がすごい見やすくないですか。まず俺結構そこがいいなと思ったところなんだよね。一つ目そこがめちゃくちゃいいと思った。うん、めっちゃお金ですよね、ほら、うん、これかっこいいな、サッカーボール。で、これ確かにいけーって言ってんだよね。で、これめっちゃいいっすよね。声もいいし、サッカーボールのチャージの段階がすげえわかりやすいっていうのもいいし、ただなんかね、そのツイッターちょっとだけ調べたんだけど、なんかチャージショットとその溜まるスピードみたいな、そこまでなんか変わってなさそうだね。わかんない。まだ詳しく調べてる方がいなかったんで、ちょっとわかんなかったんですけど。でも今使ってる感じもそうっぽいよね。うん。多分そうだと思うな。もうちょっと長く溜めてみないとわかんないところはもちろんあると思うんだけど。まあさすがにチャージショットの上位になってる部分みたいのはないかもしれないね。うん。で、これさ、そのサッカーボールがさ、どうしても印象強く残っちゃうんだけどさ、これサブユージョンもさ、超絶貫通拡散弾なんで、まあやっぱ軽く出せるんですよね、かなりね。なんで、ほんとユージョンの総火力ってお話をするなら、かなり総火力は高いですよね。で、あとはもう SS 次第ってところはあったんですけれども、SS をね、あの原則の形もらうなら、文句ない人多そうですけどね、ちょっと溜めたいんでね、のんびりいきます。いや、こいつは使って楽しいキャラになりそうっすね、ほんとね。マジで楽しみですね、今後が。今後ハマってくんねえかな、こういうキャラな。こういうのがハマるときめっちゃ楽しいんだけどな。あ、踏まないね、偉い。前半者だ。ここ抜きましょうか、さすがにね。ちょっと左も痛いし。ヒーリングオール展開だな。でもなんかレクイエムがあれなんですかね、そのクリア率的に結構低かったりするのかね。古い降臨の豪絶の中ではクリア率が低かったりするのかもしれないですね。なんか結構この、なんでしたっけ、レクイエムに向けてさ、適性取ってくるキャラって割といるよね。
なんでレクイエムなんかもうちょっとクリア率上げたいのかなみたいなちょっと勘ぐっちゃいますけど、まあ確かに難しいもんねこれね、慣れるまでね。慣れても結構事故ったりすることあるからな。で、周回がめちゃくちゃ楽かって言われると当時に比べたら楽になったけどね、死ぬほど楽になってないですからねやっぱりね。これチャーシュー行きてーけどな、ちょっと難しいな。まあちょっとこれは止まっちゃいますけど、あーもう一個食べてほしかったな。ちょっと気持ちよくこのチャージショット見せたいな。気持ちよくチャージショット見せるってね、一番むずいんですよ。モンストで一番むずいまである。本当に難しいです。これちょっと倒しちゃうかもしれないけど、たくさんは強いんでね。強すぎるね。きた、うわーいいねこのサッカー。ちっちゃい時のボールじゃない感やばいですね本当に。もうサッカーボールのサの字もないですね。で、この中ボスですね。ここで多分ライトポジションキラーが光ると思いますんで、ライトポジションキラーを見せていきたいんですよね。ライトポジションキラーって言ってもやっぱキラーこれ2倍ですからね、平均でね。でここで殴らなかった理由は、まあ、超アンダムとワープが発動できないから一旦置いておきました、はい、こことかで殴りたいね。やばい、レクイエム意識してるよな完全にな。明るさまだもんなこれ。明るさまにもうちょっとレクイエム の適正のね、レクイエムが楽になるようなアビリティが多いよね。ヒーリングオール展開しかり。ワンパン、え、そういうことしないでよ。俺もうちょっとゆっくり見たかったよね今のとこね。ライトポジションキラーね、まあこの後もう一回あるんでね全然いいんですけど、まあ、ちょっと今見る気持ちだったから見たかった、ね、あ、いい、ちょうどいい感じで出しました。さあコナン君がこれ SS がね、複雑なんでスピードとパワーが一定期間アップしのところをねちょっとよく見ててほしい。マジで使ってみた見てない人はなおさら見ててほしい。マジでヤバい再現をしますんで、本当に再現度高いと思います。めちゃくちゃにわかファンの僕から言わせるとマジで再現度高いと思う。まあでもコナン君に関してはさ、もう知ってるよね大体の人がね。大体の人が知っててさ、うわ原作再現度高みたいなのは結構誰でも分かるような要素をちゃんと詰め込んできてくれるよね。だからこれファンの人とかその3倍ぐらいたまんないんじゃないかな。めちゃくちゃ良かったと思いますけどね。これ逆に世間的な評価どうなんだろう、この再現度。俺最初見た時おおやべえみたいになったけどね。あ、これはこう確かに これいいなみたいな感じになってましたけど。さあこのコナン君がちょっとたまりますね次ね。強すぎるよ。これ 4P コナン君をできればねちょっと価値がいる時に打ってあげたいんで、接待するか次のコナン君まで。あーでもここライトキラーがなーちょっとあれなんで、ここは普通に行っちゃってもいいか。まあでもこれ加速パネルになってくれてるんだよな、貫通がな。まあいいか、でコナン君で、あ、コナン君は残り4巻とかするか。どうしようかな、反射になって下側いるか。あ、乗ってる？乗ってんの？これここだから中央とかって本当よくわかんないですからね。乗ってる判定だったっぽいよね今ね見た感じね。いやーここじゃないか、ここじゃねえな、ここじゃない気しませんか。いやでもコナン君の火力みたいにちょっと、あでもこれパワーアップ取っちゃうな、ここへ抜けないとな。でもこれ縦感見たいよな次な、あの弱点来たらな、ちょっと縦感見たいんでちょっと縦感します、すいません。ナメプじゃないです、あの普通に。よしよしよし、これ多分やばいから出すと思うよ。超アンダム拾えるでしょ、あ下じゃん、しかも最高右弱、あー惜しい。まあでもこれ普通に拾ってたんでパワーアップ拾っちゃうな。まあいっかしょうがないな、次のコナン打てるし。ね、今の結構やばかったですよね。2倍の 1.3 倍の超ワープの倍率も結構高めにもらってたと思うんで、いやにしてもじゃない、すごくない、火力。え、こいつの理想火力結構やばい子でやってないですか。うわ価値なくなっちまった。じゃあちょっとまあ難問障害、あ最高最高最高っす、これいきます。これすごいんですよ、これすごい、マジで見ててほしい。これ普通に
この貫通タイプのストライクショットを打つってなった時に、これみんなどういう風な打ち方しますって話なんですよね。で、これ正解は普通打たない。価値がいるんで。どう考えてもボス殴るとき価値攻撃しちゃうじゃないですか。だから打たないが多分これ正解なんだよね。でも見てて。見た今ね、2、3回じゃあ戻ってくる戻ってくるこいつガチでほら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 見た見た見た俺今勝ちこの過程で4、5回、4、5回ぐらい投げてますからね。これよ、これね、やばいんですよ。あのブリーチの頃の、 あの星4号のヨルイチが持ってた SS なんですけど、そのヨルイチが星4号のステータスとアビリティの段階でこの SS を持ってるからって理由で星6と戦えたんですよね。マジでそれをもう星56が持ってきちゃったんで、で今もうちょっと言いたいこといっぱいあって何も言えなかったんですけど、イラストわかる、これコナン君並んでるじゃないですか。これ違うんですよ、これさ、こういうのいいよ。いやなんかさ、やっぱこのまあだからモンスにやらせとけ、もう本当にそのコラボは、コラボはもうモンスに任せとけ、マジで。もう本当にもう団地っすね、この再現度っていうか、もうあれっすね。だからもうこれが好きなコラボとかに来た時にやばいだろうな、もう発狂もんだろうな、こんな再現してくれてるな。サッカーボールもなんかね、どうやらあのだからちょっと潰れてるみたいな演出があったりするらしいんですよね。で麻酔銃の時にメガネがキラーンと光るだったりとか、あともうなんかすっげえいっぱいあるみたい、そのね原作の方が本当に喜ぶような仕様がね、もうそういうことだよね。めちゃくちゃいいよね。でもこんなんでもさ、4ピースさ、あーちょっと麻酔銃見せっか、ちょっとこれちょっとわざとこれでいって、で、あ、最高じゃない？ちょっと、チャージが、やばい、チャージが、これはまさか最大チャージサッカーボール、サッカーボール、ドン、え、強っ、え？ちょっと待って、待って、ちょっと冷静に考えよう、これライトモーションキラーが乗ってんだよな。え、こんな強い、え、にしてもこんな強いですかね。ちょっと強すぎやしませんか今の。俺の知ってるチャージショットじゃなかった、ちょっと上かな、自分信じるか。いやこれ迷惑できたら完璧に最高。あ、下がっちゃってますね、はい、じゃあまあちょっと次の、あそこ行ってみようか、次のクエスト行って使ってみようか。だから今まだ見れてないのが、まあ、チャージショット最後にね一回いいのが見れたとは思うんですけど、まあまあもうちょっと可能性はあるかなっていう、ゆっくりもちょっと見たいですけど、まあこれ出たらぐらいですけど、麻酔銃の部分を次集中して見ていこうかなと思います。ちなみに麻酔銃に関してはあの使ってる動画で、睡眠にかかってたですよね、うん、なんで、まあ、原作再現なんですけれども、その睡眠が何ターンかだったり、あとはそれ確定なのかみたいなのも知りたいよね、まあ、おそらく確定だと思うんですけれども、ちょっとそこも知りたいんで、あの違うケースちょっと行ってみようかなと思います。はい、ということでシュリンガーの極み、まあ、実験台っていう形でね来てみました。ごめん、今回珍しく3回とか行くかもしれない、そのなんか調べたいこと結構多かったりするんで、あとまあ使ってみた感じっていうのでね3個ぐらい行った方がいいかなと。はい、そんなにね、めちゃくちゃ変わってる要素があるってわけじゃないんだけど、そのなんか見てみたいっていうあれはあるよね、ちょっと。くっ、チャージショットやりたくなるな、これ。いや、チャージショット面白いって感じは初めてかもしれん。おおー、今 SS 食べてんだぞ。やめろ。いや、これちょっと、もう、ゲームが使えなかったなー。まあ、フレンドさんがね、一人ね、厳選してくれてる方がいらっしゃったんで、それ今、ついていってますけど、まあ、チャージショットはね、まあ、どうしてもやっぱチャージショットっていう情はね、やどちらにせよやっぱ好きじゃないんですよ。うん、なんですけど、こうなってくると、ちょっと、なんか、向き合おうかなってなるよね。ライトポジションキラーが乗ってきて、またサッカーボール、やっぱ演出って大事なんだな。でも、チャージショットって演出だけはマジで、かっこいいじゃないですか、もともと。もともとのチャージショットもすごいかっこいいんで、そんな文句はないんですけど。
仕様だよな、このチャージまでの時間が短くなる使いになってくるからな、最高なんだけど。でも使い手次第なのかな、結局ね。俺が使いこなせないだけで、これちゃんとチャージショットが使えるっていう盤面を用意してあげたりすれば、十分使える友情ではあると思うんでね。そこだよな、俺が使ってるっていうのが問題になるんですよね。印象が強すぎるんだよな。いやでもこれ超絶貫通格差も持ってんだもんな、サブレな。超ボラぶっ刺さんだろこれ。だってねえ、水属性のサッカーボールってすごいわかる。これでいつでもキャプテン翼のコラボできんな。お、いい止まり、ナイス。ちょっと時間かけないんで、もうどうしようかな。まあでもいいか、この辺適当で。最初は1セットぐらい楽しみか。意外とね、サクサク進んじゃって、中ボスをね、もうボッコボコにしようと思うんで、これ友情1個拾ったらこれでしょ。もう大変なんですよね、意外と。これ2体拾ったらアウトしたよね。あ、大丈夫か、下。あ、でも下ちょっとやっちゃうかもな。あ、弱点バラッと蹴ってる、最高。友情が OK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 、 いいよ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 。チャーニーボスさんも大変だからね。でもちょっとずつ処理しながらね、いかないと逆に死んじゃったりもするんで。あ、これだけ倒しましょうね。次に本気ですよこれ。でも麻酔銃はしっかりしたいね。麻酔銃縦貫とかして、麻酔銃だけ飛ばしてボスがどうなるかみたいなのを見たいし、チャージショットをもっとなんか理想の火力っていうのをズドーンみたいなのを見せたいな。気持ちいいからな、やっぱあれできるとな。でもさ、チャージショットってさ、まあコナンの場合は超絶貫通拡散とか持ってるからさ全然いいんだけどさ、そのま、その、ま、俺が嫌いな理由ではあるんだけど、え、今下入るのか、マックスまで貯めるっていうのがもうめんどくさいじゃないですか、その過程として。だからこういうシーンとかでマックスまで貯めるのにどうやって撃つってなったら、ここはランスロットがこいつを拾うっていうまず行為をしなきゃいけないわけでしょ。でそっから時間を稼がなきゃいけないのね。これちょっともうだって超絶貫通が強すぎて、もうチャージショット出る前に死んでいく時が、これ速殺コナンマジ助かんな。これでも速殺ありだよな。だから速殺ありっていうか、ほとんど速殺つけんのかなみんな。でもこれ過激も盛りたくない、もう全部そうなんだけど、強いからは過激も盛りてんだよな。過激、速殺、遊撃とか、みんなどこ優先するんですかね。遊撃はそんなに、ああ、いや、いるか、超バラでこの SS 持ってたら普通につける人いっぱいいるか。やばいやばいやばい、どうすか。うわ、こことかさ超チャージショット打ち時なんだけど、このコナン配置します。あ、次ランスロットなんで、右側によって配置していきます。いや無理か、あーそれじゃダメなのか。最高最高最高、あ最高だ、お前それ最高だよ。うちこれプルメニアまで回してるな。頑張れコナン君。いや強っ、お前、これ飛ぶんじゃないの、下手したらね。いやこれは貫通と衝撃波とあれで、貫通衝撃じゃない、貫通弾とあれでお腹になってる。でも多分これたまんねえんだよな。止まれ頑張れ、いざ止まって、もう強っ。もう一回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 、落ちた、ドーン、あー弱点通る前に飛んじゃった。ギリッギリだね、これ計算されてんかな。1個前なんでいかなかったんだろうね。まあブロックとかなんか、とか関係あんのかなそれで。ここは全力雑魚処理ですね。全力雑魚処理うますぎ、強すぎるって。さあで、このコナン君が、下側にちょっとだけ下がればいいんだけど、コナン微調整できねえって。強いもんだってこいつ。あ、またけかんやろ。さあ行くぞ、麻酔銃ね、麻酔銃しますよ。うわ、これ変わんのかっこいいよな、これほんと変わんのかっこいいよね。で見てて、メガネ、うん、まあ、確定だろうな。あ、でも睡眠何ターンとか言ってたけど、これあれだわ、睡眠ってあれ、攻撃すると
起きるよね。だからダメージ与えちゃうと起きちゃうんですよ。だからダメージ与えなかったら、まあ数ターン続いたはず。ただなんか与えなかったら一生寝てるってことはないんだよね、確かね。何ターンかで起きちゃうと思うんだけど。閉めますか。最後、いきますか。よろしくお願いしますよ、コナンさん。コミスさん、ごめんなさい、コナンさん。気軽に打ってるでさ、よく綺麗にできるんですよ。気軽に打たないとさ、めちゃくちゃ深みするんですよね。きたー、これマックスにならなかったらやべえわ。来ました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 。さあどうなる。すんげえ気持ちいいぞこれ。やばいぞこれ絶対。理想中の理想だよ。理想サッカーボール。ライトポジションキラー乗る。ドラン、ドラン、かっけー。あの飛んでいくとき今ゆっくり見えたね、撤退があったからね。すっげえなんかあの潰れてる、そのコナン君が蹴ったボールってアニメとかでさ、なんかちょっと潰れながらこう飛んでくるんですけど、それも再現されてると。いやーマジよかった今日取って。ほんとこの名古屋帰りのね、このテンションのままね、ガチャ引いてね、ガチャでぶち上がってね、でコナン君うひょーって言って使えてよかった。これめっちゃよかったわ。あーなんかすごい満足したんでいいや。はい、じゃあそれ最後に、復習だけしときましょうか。はい、こちらでございます。はい、まあ長所のことだけまず話すと、あの超アンダメ、超ワープ、ライトポジションキラー M っていう、まあ、トリプルの部分ですね。ここがねやっぱりね、火力出す要素がちょっと多すぎるんで、ダメオに触れるだけで 1.3 倍だったり、右にいるだけで、まあ右にいるだけでってのも変ですけども、右にいるキャラには、2倍、うん、でワープもワープ展開されるだけなんで、まあ、火力を出す条件が結構低いっすよね、うん、そのバイタルとかさ、カウンターとかそういうな、弱点とかそういうなんか結構条件が厳しいみたいな、まあ、弱点とかはそんな厳しくないですけど、なんか重めの条件があるようなキラーじゃないのが、火力上がり要素として3つある。あ、まあ、底力とかがいい例かな。火力上げる条件が難しかったりするじゃないですか。まあそういうその火力上げる条件が難しくない火力上げるアビリティって言ってあげればいいのかな。それがもう3つついてるって時点で、しかも攻撃力3万1000とかこの辺から上がってきますからね、うん、でかつバランス型っていうのも合わせるとやっぱやばいっすよね普通に、うん、だってまあ強さを分かりやすく言うと、右側にいる敵に対してはこの性能を持ってて剣心になるってことですからね、うん、まあ、ってレベルですよね。だって剣心のキラーと、まあ、バイル自体は一緒ですから、まあ、ステータスとかは違いますけど、それに超反対超アップ乗ってくるって冷静に考えたらやばいこと言ってますよね、うん、だからそういうことなんですよ。うん、で結構水属性で今回レクイエムとシュリンガーラ行くってなってましたけれども、このライトポジションキラーとかのポジションキラーのいいところって属性はやっぱ選ばないんですよね、うん、でポジションっていうねところがあるけど、このキラーなんか知らないけどすぐに倍率もらえますよね、うん、ポジションキラー L とかさ平気で上がってくるじゃないですか。今回もこの M がちゃんとつけられたりとかね、うん、なんでこれ本当にね、条件クエストだって選べばこっちはもうずっとその条件を満たせるわけですから、それに対してこのやっぱキラー M とかポーンってもらえるのはこのポジションキラーのいいところだよな、うん、で今言ったのは火力要素だと思うんですけれども、そっからよ、スピードとパワーが一定期間ですよ、一定期間アップし、であの加速倍率よ、これね化け物みたいに化けましたね、この SS1 本で。でチャージショットの仕様なんですけど、やっぱサッカーボールでも普通におもろかったですね、使ってるね。でこれユークル出た時の一撃とかも見てみたかったですけど、まあ出た時は本当に強いと思います。一回出たんですけどね、ちょっとスルーしちゃったけど、うん、まあ文句ないでございます。引けてよかったでございます。でもちょっと今ね悩んでることが一つあります。今ちょっと使ったじゃん、もう2体欲しい、うん、もう2体欲しいな、もう2体は欲しいよね。ただまあやっぱチャージショットかな、サッカーボールがな、これグリッターとかじゃダメだったのかな、うん、まあなんか、まあ、グリッターが強すぎますけどねこれだったら。まあサッカーボールはちゃんとロックオンして飛んできてくれるっていうのはいいですよね、そのチャージショットのいいところは、うん、だから長所と短所はちゃんと分かれてますけれども、あれがあの感覚が好きじゃないんですよね、その横感しても溜まりきらないことがあるみたいな。まあ最終的にさっき溜まってましたけど、
はい、ということで、まあ、これ以上喋ってるとずっと喋っちゃうんでね、また考察とかでゆっくり話そうと思いますのでね、まあ、みんなの使った感想とかもね、ぜひコメント欄とかに書いていただけたらなと思います。あと、まあ、今回触れませんでしたけれども、このプロテクションとシールドモード の組み合わせだったり、あと、まあ、なんかその怪我減りとかの恩恵とかってどうなってくるんだろうみたいなのがね、あったりすると思いますんで、まあ、そこ追求したら、また追求したらね、コラの強さっていうのがもう一段階上がると思いますので、まあ、動画では話しませんでしたけれども、まあ、他のところで情報を集めて、まあ、引くか引かないかの判断に使っていただければなと思います。はい、ということで、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう、バイバイ。